はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、マクドナルドハッピーセット妖怪ウォッチです。はい、12月11日から妖怪ウォッチのハッピーセットが始まってて、今回は全部妖怪ウォッチ型のおもちゃで、ラインナップは全10種類、形はほぼ共通ですけど微妙にギミックが違って、鏡に妖怪が現れたり、レーザーポインターで妖怪を召喚、他にはくるっと回転して妖怪を召喚したりとか、スタンプで妖怪召喚、あとはディスプレイ部分が光って召喚、このようにいろんなパターンの妖怪ウォッチ型おもちゃなんですね。ただ今回のものはおもちゃが選べなくて、何が入ってるかが分かりませんから、欲しいのはレーザーポインターで召喚、これいいですね。これが気になるのと、くるっと召喚のコマさん、この辺も気になります。あと光るブシニャンとか、光る修羅駒、ディスプレイ自体が光るもの、この辺もどんな感じか見てみたいですね。なのでブシニャン、コマさん、ウィスパーあたりを狙って3つ一気に開封しましょう。はい、ビニールを切っていきます。せーのドン。お、ん、なんだこれは。紐がついてますね。紐がついてて、紐を引っ張ると、え、え、違う、紐は引っ張るんじゃない、こっちだ。このボタンを押すでもなくって、え、回転だ、回転、これを回すと、お、おー、当たった。コマさんが当たりました。欲しかったやつ。なるほど、こういうギミック。この横にあるやつは何かなと思ったら、ストラップじゃなくてカラビナかな。そうですね、軟質になってて、カチャッと軽くロックできるようになってます。へえ、意外とおしゃれ。デラックス版と比べてもなかなか大きいですね。それでは2個目、ジバニャンウィスパー、それとブシニャン、来い。うん、うわ、嘘嘘、あはは、ダブった。お姉さん、店員さんのお姉さん、僕がね選べるわけじゃありませんから、店員さんがこう出してきてくれる、そのさじ加減一つで商品が決まりますから。ダブりましたね、残念。これまさかもう一個コマさんなんてことはないですよね。いきます、せーのドン。あ、違う、なんだ、鏡、鏡、鏡が正面にあって、めちゃくちゃこれ映り込みますね。ボタンを押すと絵が見えて、押している間は色が変わるよ。ほう、電源だ、電源オンして押します。おー、オロチ、なるほど、鏡で召喚オロチっていうのはこういうことなんですね。はい、ということで3つ開封した結果、コマさんがダブりましたけど、くるっと回して召喚と鏡で召喚が出ました。では今一度詳しく見ましょう。ぐるっと確認するとこのような感じ、上側と下側、ここは引っ張ることはできなくって、ストラップにカラビナがついてますね。これはすごくおしゃれ。くるっと召喚ギミックは、ここが軽くロックがかかってて、グッと力を入れて回すと、はい、コマさんが召喚。で、手前に回すと、コマジロを元に戻ります。ワンクリックごとに妖怪が出ますね。カチッカチッと気持ちよく切り替えます。グッと回すと、一瞬でコマさんが出てきますから、なかなか楽しいかも。絵柄は3種類。通常、コマジロ、コマさん。これがもう一個ダブりましたから、コマジローとコマさんを召喚して、こういう感じで使います。そしてもう一つが鏡で召喚オロチ。ぐるっと見回すと、このようになってて、基本の形とか、カラビナのデザインとかも全く一緒。同じようにカチャッと外すことができて、ストラップとして使います。これは後ろに電源があって、電源をオンすることで、一見すると正面の鏡には一切妖怪は映ってなくて、すごく普通の鏡なんですけど、綺麗に映りますね。ここがボタンを押すことで、おお、 LED が光って、オロチが浮き出ます。しかも、押しっぱなしにすると、色が変わってくんですね。グリーンになって、青、紫、おお、すごっ！で、白、黄色、おお、おしゃれ。離すと鏡に戻ります。
オロチの絵柄もはっきりしてますし、LED のカラーがふわーっと変わっていくのが見てて非常に楽しいです。ちょっと電気消しましょうか。はい、暗くした状態で電源オン。おお、あ、全体が光る。すごっ。もう妖怪ウォッチ自体が思いっきり発光します。すごいこれ。はい、このようにパープル、赤、黄色、明る、そしてブルーに変わります。この液晶が変わってから周りのボディ部分がふわーっと変わるのがかなり幻想的。はい、ということで妖怪ウォッチハッピーセットを紹介しました。 CM とかでやってるような壁に妖怪を映すやつとかが本当は一番欲しかったんですけど、とりあえずコマさんのやつは出ましたし、鏡で召喚するやつが予想以上に出来が良くって、何気にこっちの方が気に入りました。サイズも結構大きいですし、カバンとかにつけても可愛いですね。以上、妖怪ウォッチハッピーセットの紹介でした。